い、皆さんこんにちは。ワンダリングルージュです。今回はですね、ちょっとネタ的なプレイを一つ、単発企画ものとしてお届けしていきたいなと思っています。じゃあどんな内容なのというところなんですけども、真田丸の大河ドラマやってましたよね。もう終わってしまって、ちょうど今日総集編をこの後、NHK の方で放送するのかなと思うんですが、その第38回の中で真田昌幸が、いずれ豊臣と徳川が大きな戦になるという話をしてですね、豊臣が徳川に勝利するための策を雪村に話すんですね。実際にはそのいわゆる大阪の陣、豊臣と徳川が戦う合戦の時には昌幸はすでに死んでしまっていて、その昌幸の立てた作戦は実行されることなく豊臣は滅んでしまったわけなんですけども、じゃあその昌幸が立てていた策ってどんな策だったのというところなんですが、まず、秀頼から兵を借り受けて尾張まで進攻する。でこの時尾張っていうのはもうすでに徳川の領地になっていたわけなので、まずは徳川と一戦すると尾張で、その後近江京都と引き換えしながら、その近江と京都を抑え、その間に豊臣恩子の大名たちを調略して味方に引き入れた後決戦に及ぶというのが、正幸の策だったんですね。でじゃあこれを実際に信長の野望を想像戦国歴史展の中でやってみようと思ってですね、まずロケハンを何回かしました。結果から言うとですね、まず尾張まで進行することができません。尾張にたどり着くまでにはですね、まず京都にいる徳川宗家、二条城が徳川宗家に抑えられているので、まずこの二条城、さらに近江に関して言うと豊臣譜代の徳川譜代の井伊家が抑えています。なので、まずそもそも尾張まで進行することができません。で紀伊半島を越えて、尾張に進行しようとするとですね、まず東道、この東道も徳川方なので、この東道を下すことができずですね、いずれにしても海路からも陸路からも尾張に進行することができませんでした。でじゃあ二条城をそのまま一気に攻められるか、京都を抑えられるかというと、京都を抑えようとするとですね、まず井伊、さらには尾張、徳川、この辺りが二条城の防衛に加わってですね、とても二条城をすぐに抑えることができないということが分かりました。これは何度やっても同じです。ですので正幸が立てた策、まず尾張を攻めて近江京都と戻りながら豊臣恩子の大名を調略する、この順番を逆にします。まず豊臣恩子の大名を調略済み、ちょっとここはねネタ的なプレイにしたいので、もう調略済みっていうシナリオ、オリジナルのシナリオを作りました。でその後に近江を抑えて尾張へ進行、最終的に徳川幕府を攻め滅ぼすっていうところまでをちょっとね簡単にささっとプレイできればいいかなというふうに思っています。というのがあってですね、順番をちょっと逆にしている関係上、まず大阪の陣が始まってしまうと、大阪の陣をプレイすると正幸の立てた策がそのまま実行されたような状態になってしまうので、大阪の陣はスキップをして、かつ豊臣恩子の大名、に関しては今ちょっとねご覧いただいている豊臣恩子の大名に関しては寝返りをすると、ただ黒田家、黒田長政とかね、あとは真田信之とか、この辺りは寝返らないっていう想定のもとプレイの方していきたいなというふうに思っています。ではこの後早速大阪の陣の後からですねプレイの方をしていきたいと思います。で大阪の陣の、イベント回線戦国伝進めますかというのが出てきてますが、これは先ほどお話したようにいいえにします。はいにするとそのまま大阪の陣に突入してしまうので、ここはいいえにしておきましょう。でいいえにすると初期配置のままシナリオが進んでいくような形になりますので、そこから豊臣恩子の大名が寝返るっていう、オリジナルのイベントを作ってますので、そこで一気に形勢を戻すというところになります。
で、難易度は長級になってます。で、ここですね、秀頼公のためにということで、かなりの大名家が徳川から離反してこちらについてくれるというイベントを作ってます。じゃあどれくらいの大名が寝返ったのっていうところはね、この後すぐに。で、今回はですね、徳川から離反するだけではなく、豊臣に臣従させるっていう、イベントの内容にしてますので、まあ、強制的に援軍とかを要請できるような状態にしました。で、赤が徳川型、緑が豊臣型という形になりますね。まあ、九州はご覧の通り半々です。まあ、黒田長政とかね、先ほどお話したように寝返ってはいない豊臣恩子の大名も一部いるという状態です。で、四国に関してはですね、ちょっと山内家は迷ったんですが、一応寝返ったという想定。中国地方に関してはほぼほぼ豊臣方、畿内一帯は互角で、まあ、東に行くにつれて徳川方というような状態ですね。ですので、まあ、だいぶ状況は好転したとはいえ、形勢は未だ不利という状態です。で、藤堂家に関してはですね、実はすぐに二条城を落とそうとすると、どうしても味方に引き入れておかないと何度やってもやっぱり、二条城を落とすことができませんでしたので、藤堂家に関しては今回寝返ったと、豊臣側についたという想定というか、そういうイベントにさせていただいています。まあ、やっぱり藤堂家の力は大きくてですね、藤堂家を寝返らせておくと尾張徳川家と藤堂家が勝手に戦い始めるので、二条城を攻めるときに尾張徳川家から、徳川側に援軍が出てこないという点でだいぶ助けられます。これ二条城を攻めるときにですね、そのまま藤堂家が敵側に回っていると、まず二条城を攻めたときに徳川譜代の近江を治めている井伊家、さらには丹波を治めている丹波松平家が援軍として駆けつけてきます。これでね、なかなか苦戦するんですが、二条城を攻めておくときに逆に今藤堂家とか援軍の要請を出してますけども、片桐、さらには浅野、そして今話題になっていた藤堂、この辺りが一緒に二条城を攻めればだいぶ取れる可能性が高くなります。で、丹波松平家が二条城に援軍に来ないようにですね、敵側援軍に来ないように池田隊に逆にこの松平家を攻めさせるっていうこともすれば、援軍を出してくる大名家を一つ潰せますので、これでだいぶ二条城を攻め落とせる可能性が高くなります。とはいえやっぱりですね、その近江を治めている徳川譜代の井伊家、あとは尾張徳川家、ここの勢力がかなり大きいので、何度か露見反している中では二条城を1回で攻め落とせないというパターンが何回かありました。ただ何回か波状攻撃を仕掛けていると二条城を落とすことができるので、まあ、もし1回で二条城が落とせなかった場合に関しては2度3度と二条城を攻めて、まず二条城を抑えておきたいなと思います。で、その後に丹波、さらには近江を抑えてですね、尾張に一気になだれ込むという作戦でいきたいと思います。まあ、真田丸の話をしておくと、まあ、ちょっと今日この後総集編をもちろん見ようかなと思ってるんですが、1年間本当に早かったですね。この1年間は久しぶりに大河ドラマ最初から最後まで全部見たなっていう感じなんですけど、やっぱり役者さんとかも、なんていうんですかね、豪華な布陣だったというのもあると思うんですけど、シナリオがやっぱりその戦国時代好きな人からすると
一番面白い時期を描いてくれたのかなと思いますよね。戦国時代の前半ってやっぱりその徳川うんぬんとか、豊臣うんぬんとかっていうよりかはその武田と上杉の戦いとかね、そのあたりももちろん面白いんですけど、やっぱり三英傑が出てくる信長、秀吉、家康、このあたりが一番面白いですよね。で、真田丸に関して言うと、まあ、最初すぐにもう何回かで本能寺の変が起きて信長が死んでいくっていう感じになったとは思うんですけど、その後秀吉のシーンね、小日向さんが演じてた秀吉のシーンが結構長くて、しかもそれがコミカルなタッチで描かれている部分もあり、かなり面白く見させてもらったんですけど、そこがねかなり面白かったですよね。でもちろん最後はね大阪の陣ということになるんですが、今ちょうど画面右側の方では、東堂と尾張徳川家が戦ってくれてます。これ尾張徳川が攻めてくるのを東堂が盾になってくれてるので、二条城とかねその片桐、さらには大阪城、この辺りを攻められなくて済むっていうのが大きいですね。ただ尾張徳川家かなり大きいので、東堂は自利品でこのまま放っておくとかなり領土を削られて場合によっては滅んでしまうというケースが何度かありました。今二条城では井伊家の援軍を得た徳川家と豊臣がこの一大決戦に及ぼうとしているところなんですけど、ここが結構えぐい感じになっていてですね、井伊家からの援軍がかなり豊富に出てきているのが見て取れると思うんですけど、このまま正面からぶつかると大概負けます。かといって大合戦をしても数で負けてしまうので、ここはもし合戦に及ぶんであれば、今回雪村1体約8000から9000で出陣してますけども、これは兵を分けた方がいいですね。大合戦とか力攻めをする場合であれば、まあ、3000、3000、3000ぐらいに兵を分けた方がうまく傭兵を行うことによって形勢を逆転することができるケースがありますので、もし力攻めをする場合には隊を3000、3000、3000ぐらいに分けた方がいいですね。で今回はですね、実はもうお察しいただいているかもしれないんですが、実況は後から入れてます。で今回は残念ながら二条城1回で落とすことができないパターンになってしまったので、このまま一旦雪村隊は大阪城まで引きます。でその後に再度大阪城を攻める、二条城を攻めるっていうね、そういう形にさせていただいています。では再度ですね、ここから二条城をもう一度攻めましょう。先ほど井伊家の援軍が多数二条城に来たことによって二条城を攻略することができませんでしたので、もう一度二条城に対して攻撃を仕掛けていきます。今回が2回目になります。でこの時ももちろん援軍を要請していきます。で同じく井伊家から援軍が来るんですが、井伊家からの援軍が張り付く前に合戦に持ち込みましょう。追い詰めたな。で今回はですね、奥義一銭持ち2人を副将に入れてるので、縄文を破ったらですね、すかさず敵に乱戦を仕掛けていって奥義一銭で敵の戦力を一気に削り落とすと、まあ奥義一銭がうまく決まれば、乱戦状態で決まれば敵を混乱することができるので、まあ、混乱させた敵ほど溶けやすい部隊もないのでね、一気に攻め落とせるんじゃないかなというところですね。で雪村自体は統率力とか非常に高いし、まあ、二条城自体もまだ改修が十分にされていない、城門が溶けやすい状態なので、これだけの兵力があれば二条城が十分に落とせるかなというところですね。このまま門を1つ2つ3つと突き破っていく感じになります。
またちょっとね真田丸の話に戻すと、本当に真田丸面白くて、この戦士もですね、結構僕は海外旅行が趣味で、まあその夜遊び目的で海外旅行に行ったこともあれば、奥さんと一緒に、まあ行ったりとかもしたんですけども、まあ、どこに行っても大概、まあ、ある程度のグレードのホテルであれば衛星放送が入っているので、まあ、NHK 見ることができるんですよね。で海外でも遊びに行った時も真田丸は欠かさず、まあ、もちろん時差はあるんですけど、現地時間のリアルタイムで真田丸を見てました。結構なんていうかな、女優さんでいうとキリ演じてた長澤まさみちゃんとかな、出てましたけど、僕どっちかって言ったら春が好きでした。大谷義次の娘で雪村の正妻正室になる女優さんいましたよね。 松村さんっていうの松岡さんっていうのは、ちょっとあんまりそういうの詳しくないんで、間違ってるかもしれないんですけど、あの女優さんすごく可愛らしかったですよね。僕結構キツネ目のちょっと目がキリッと切り上がってるような女性が、女の子が好きなんですけど、ああいうね、女性結構好みで大好きでしたね。敵将捕獲したぞ。さあここは無難に二条城を取りましたというところになります。まあ、二条城を取った後は先ほどお話したように丹波、さらには近江を攻めて尾張になだれ込むという作戦でいきたいと思います。で、もともとの目的であったその正幸が真田丸の中で語っていた軍略、まず尾張まで、進攻する、これは信長の野望想像戦国立志伝の中では不可能だというのは、もう4回5回ぐらいロケハンをした中で、分かりました。これはまず絶対無理です。そもそも尾張までたどり着けないというのはね、まあ、ちょっと残念ながら間違いないロケハンの結果でしたので、もしプレイしている方でその大阪の陣のシナリオ、1614年のシナリオで、特に外交とかを主に使わずに尾張まで進攻することができたよっていう方いれば、ちょっとどういう風にやったのか逆にちょっと教えてほしいなと思ってます。もちろん時間をかけてですね、外交しながら、片桐、さらには久喜、東堂、この辺りを抑えれば尾張まで攻め込むことはできるかなと思うんですけど、尾張を取るというのは絶対に無理で、正幸も尾張を取るとまでは言ってなくて、尾張に攻め込むっていうことが重要だみたいなことを言ってたと思うんですけど、まあ、仮にですね、なんとか外交を駆使して東堂、久喜、この辺りを、まあ、うまく抱き込んでですね、伊勢湾越しに尾張に進攻するっていうことは時間をかければできなくはないかなと思うんですが、まあ少なくとも、1年とかではできる感じではないですね。なかなかちょっと難しい軍略を正幸は練ったなというのが、ちょっとこの信長の野望創造戦国立志伝の中で、プレイする上では感じたことになります。まあ、ちょっと次回以降ですね、単発で何度かプレイしながら尾張を攻め込むっていうところまではね、ちょっとこの企画の中でお届けをしていきたいなと思っていますので、ぜひぜひ、もしかしたら来年になってしまうかもしれないんですが、お付き合いの方いただければ嬉しいなというふうに思っています。ではこの続きまたプレイしていきますので、その時お会いしましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。